ゲスラウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す、町村でローテンブルク・オプデアタウバー行政共同体の一員。ゲスラウは、フランケン兵自然公園内に位置する。この町は、公式には14の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町は、1792年に、 プロイセンが獲得したアンスバッハ工領に属した。この工領の一部として、ゲスラウは1806年2月のパリ条約に基づく、領土交換によりバイエルン領となった。1818 18年に自治体としてのゲスラウが誕生し、1972年にはそれまで独立した自治体であったゲスラウ、ドルンハウゼン、グンツェンドルフ、シュバプスロート及びシュテットベルクが合併し、 現在の形になった。上部に分割線があり、上下に分割されるが、いずれも銀字。上部は5本の緑の信葉樹。主部は金の翼軸を持ち、金の爪、くちばし、舌で威嚇する赤い和紙。ゲスラウはロマンティックフランケン観光連盟に加盟している。ゲスラウは古城街道沿いに位置している。ありがとうございます。